チャオやっちゃんです。今日10月24日月曜日、緊急告知です。ね、この前ライブではねちらっと言っててんけども、あっちゃん、大阪の病院に来月ちょっと行くねんけどもね、そこの問診票を、事前に取りに行かなあかんねんけど、なかなか行かれへんかってんけども、今日行くことになりました。はい、ということで、お家を朝多分9時30分ぐらいかなに出れると思う。だから10時ぐらいには桜井駅ね、近鉄桜井駅の電車に乗れるかなってことは、11時ぐらいには大阪に着けるかなっていう感じの予定で、思ってます。でまだまだ、大阪で何するか未定なんで、11時ぐらいから病院が開くから問診票もらって、でその後阿部のね、ミオのとこやから、ハルカスのところで、ちょっとうろちょろして、もしかしたらハルカスの上登るかもわかんない。ハルカス一回登ってみたいからね、ハルカス登ってみるか。で、あの辺り、で、ランチを食べて、で、その後ね、3時ぐらいまで大阪うろちょろしようかなと思ってんねんけど、もしかして、チケットね、なんかコメントに、ブルーシンフォニー、近鉄のブルーシンフォニーっていう、特急あんねんけど、阿部野から吉野まで出てんねんけど、それ乗ってみたいなと思ってて、1時何分30分発かな34分発か、そんなんやねんけど、なんか予約取れたんです、予約とかチケット取れたんですかってコメントくれとった人がおったから、もしかしたら予約でチケット取らんかったら乗れへん特急なんかな、わかんない、行き当たりはあったりのあっちゃうんだけど、チケット取れへんかったら大阪で3時か4時ぐらいまでうろちょろしようかなって思ってんねん。だからその辺まだ未定やねんけど、で、じゃあね、バッグが、ちょっとね、壊れちゃってんねんね。シャネルのバッグの、ファスナーの持つとこピチってちぎれて、それ修理してもらうのに聞いたら、シャネル持ってきてくれたら修理できますよって言われてね、だから持っていかなあかんねん。あと、ディオールのバッグ、ピンクしかちょっと赤の可愛いバッグあんねんけど、あれも使い勝手よかったんけど、こうね、持つとこの手のとこに D マークがあるんだけど、 D マークをこうくっつけてるこの革がビリって破れて、何も修理してほしいねんけどね。だからディオールとシャネルにバッグ持っていかなあかんねんけど、心斎橋やからね、そっち行くかブルーシンフォニー乗るかまだ迷ってんねん。だからどっちにしても持って行って修理してまた取りに行かないしね。あと時計のね電池も入れ替えやなあかんし、心斎橋結構行かんない用事はあるんやけども、明日どうしようか迷ってんねんけど、もしかしたら行くかもわかんない。で、バッグ2つ持って行って、みんな使えへんね、なんていうのかな、ストラップが切れたバッグをなんかの袋に入れて持っていかんなんて、もうめんどくさいから、1回で行かへんから、何回かに分けて行くかもわからへんしね。だから明日はその辺どうしようかまだ未定やねんけども、とりあえずね、昼までには、昼までか昼頃には阿部野に出る予定なんです。はい。で、もし、なんていうのかな、あっちゃんに会いに来てくれる人がいたら、阿部野のあたりうろちょろしてます。はい。で、ツイッター、あっちゃんねるか、あっちゃんの、メイン、お仕事でやってるあっちゃんのツイッターか、かーちか、多分両方つぶやくと思うんだけど、あっちゃんねる。で、もしかしたら LINE の、タイムラインとかフェイスブックとか、インスタとかそのあたりでつぶやくかもわからない、今ここにいてるよってまたよかったらあっちゃん探してくれたら嬉しいです。見つけた声かけてください、嬉しいです。はい。今日もねちょっとね、昨日10月の23日ね、柏原のゲーセン行っててんけど、あっちゃんとかで声かけてくれた人が嬉しかった、やっぱり。見てくれてるんや、いつも見てまーす言ってくれて嬉しかったよ。まあそんな感じでね、気軽にお声かけください。と、はい、ってことで、今日、お昼頃には阿部野に出ます。はい。あとはね、どういう予定で動くかは決まってないけども、ツイートするんで、よかったら、ね、あっちゃんねるの下の動画の説明欄のところに、ツイッターのアドレスとかフェイスブックとか、URL 貼ってあるんで、そこから登録してもらえればあっちゃん情報が見れると思うんで、よかったら登録してください。で、あっちゃん探してみてください。ではまたね、バイバイ。